どうも、タツです。いつも動画見ていただきありがとうございます。今回はね、こちらの製品をレビューしていきたいんですけど、 SMSL の DL200、 これね、 SMSL さんから直でね、連絡いただきまして、まあ英語でね、なんか来てたから誰やって思ったんですけど、送ってもらいました。なんでまあ今回ね、提供なんですが、まあこの間お前 C200 レビューしたやんって思われそうなんですけど、どうもね、なんか C200 っていうのが多分これの前モデルなんだよね。で、全然今回この届いたやつ形状が違って、なんか全然ちゃうやんって、C200 むっちゃコンパクトだったのにこれむっちゃでかいやんみたいに思ったんですけれど、どうやらこれが最新のチップが乗ったもので、コンソールゲーム機まで使える、まあアンプダックになるようです。あのね、中華系のね、アンプのね、なんか新発売の情報とかってあんまりさ、なんか調べ方がわからなくって、僕もその C200 っていうのがドライバーなしで動作する 1.1 モードでコンソールで使えるから、ちょっと皆さんに紹介したいなと思ってさ、この間レビューしたんだけど、まさかさ、最新製品出るのみたいな、あったのみたいな感じなんで、まあちょうど声かけてもらったからこうやってレビューできてるけどさ、さすがにね、新しいの何個も何個も買ってね、レビューするのってまあ難しいのと、まあ買ってるっちゃ買ってるんですけどね、まあ最近ね、まあこんな感じでフィオのね、 K5 とかもね買ったりして、まあね、上流でどんな感じの変化が出るかっていうようなこともやってるので、まあちょっとごめんなさい、なんかわらわらなんか意味のわからんことを最初に喋りましたけれど、まあ今回はね、この DL200 っていう大きいんですけど、 C200 と比べて、ああそういうことかみたいなところが結構あったので、もうね、すでに C200 買っちゃった方には申し訳ないんだけど、まあぜひ最後までね、見てやっていただけたらなと思います。ほんならね、内容物見ていきましょう。はい、で、内容物ね、こんな感じなんですけれど、まあこれちょっとどんな大きさかわからんと思うけど、まあ、手と比べたらわかるけど、手が2個分ぐらいです。だから結構でかいと思っていただいていいのかなって感じなんですけれど、 iPhone 置いたらわかるか、 iPhone がこんなもんだから、結構ゲーム用のアンプダックっていうのを知ってる方だと、いやこれでかくねみたいになると思うんですよね。僕もね、届いてむっちゃでけえなと思った。で、リモコンがね、今回もついてて、リモコンはまあ相変わらず使ってないんですけど、あとね、ケーブルね、三つ口のやつではないです。なんでなんだろうね、あの C200 は三つ口だったんだよね。あれはもう海外向けのもん、もしかしたら日本で売ってるからああなってたのかもしれない。今回はだから SMSL さんが、直接さ、日本のユーザーに向けて送ってるから、こういうタイプがついてるのかな？なんかいまいちその辺がわかんないんだけど、だから DL200 に関しては、まあ、三つ口のコンセントっていうのを用意しなくても大丈夫。アース付きのやつをね。で、あとは、Bluetooth のね、5.1 に対応してるんで、こういった、ここにね、アダプターみたいなのがついてて、まあ、これつければね、Bluetooth で使えるんだけど、で、あとはタイプ C のケーブルね。まあ、これであの、ゲーム機とかと繋いで使う感じになってます。だから別で電源は取らんといけんので、そこは気をつけてくださいね。あの、コンセントの数足りないよとか言われてもね、なかなか難しいんでね。はい。で、どんなね、アンプか見ていきたいんですけど、まあ、結構ね、でかいんですよ。ほら。ここにね、あの、デジタルで、まあ、映るんですけれど、まあ、今回のがさ、その MQA のデコードに対応してるっていうことで、僕もま、MQA デコード、はぁみたいな感じなんですけど、まあ、使ったことないです。ぶっちゃけ。で、まあ、あとな、DSD とか書いてあったりとか。で、これね、プラグが、でっかいプラグを変換して 3.5 ミリにして使う感じになります。で、こっちが 4.4 ミリのバランス接続。で、ここがダイヤルで押し込めるようになったって、まあ、ここでいろいろね、調整したりするようになるんですけれど、フィルター変えたりとかできるようになってます。で、あとは、これ裏に行くと、TRS が RL ってあって、なんかこっちがね、トゥルーバランスドアウトプットって商品の説明に書いてあって、もしかしたら、ここはバランス接続なのかもしれないです、ここはね。ただ、この前面に関しては何も書いてないんだよね。まあ、それは後でね、ちょっとどんな感じか話そうと思ってるけど、実際どうなんだろうね。中身を開けてみたらわかるもんなのかな。そこら辺はちょっと謎なんですけれど、あとはね、RCA の RL があって、同軸、さっきの Bluetooth の穴で光、あとは USB 挿すとこと電源ですね。はい。まあ大体そんな感じです。で、ちょっとね、マット調になっとって、なんか手垢みたいなのが若干つくんですけど、なんだろうね、C200 よりかは結構高級感がある感じかな。で、お値段言ってなかったけど、大体 C200 と同じぐらいのお値段になります。3万以下で買えるぐらいですね。はい。2万8000円ぐらいだったかな。なんか値段コロコロ変わるんで、ちょっとよくわかんないんですけど、正式な価格っていうのが、まあ、円安だったりするからね。なかなかその辺が難しいんだと思いますが。一応ここでね、C200 と大きさ比べてもらおうかなと思うんだけど、こんぐらい違う。結構違うんすよ。だから、机の上のスペースがないと、これは置けないです。置けない。どう考えても置けない。まあ、これぐらい違うんで、この大きさね、なんで言うんだろうね。この DVD のさ、あの、
デッキみたいな大きさしてるから、DVD とかも、ここ、まあ、昔さ、まあ、あったやん、こういうさ、ビデオデッキみたいなさ、そういうのと同じぐらいの大きさしてるんで、まあまあ、デスクのね、圧迫感、すごいと思うから、本当に置き場所覚悟できない人は、C200 とか、みたいなコンパクトなやつを選んだ方がいいと思います。ここじゃね、電源つけたりできんので、後ろのデスクに移動します。はい、じゃあね、机移動したんですけど、ごめんなさい、もう配線の関係で、これが限界。これが限界なんで、このままちょっと喋っていきたいんですけど、これ長押ししたらね、電源入ります。はい。電源入って、まあ、USB で今繋いでるから、USB で出て、まあ、C200 とね、だいたい操作一緒です。H、L っていうのが、だから H っていう状態がこの前から出る状態で、音が。L っていうのが後ろから、まあ、外部のアンプにね、繋いで、まあ、そっから音出しますよ、みたいな感じにできる感じ。で、こう押してたら、まあ、USB の切り替え。で、こうやって押してたら、これね、USB の切り替えで、Bluetooth、同軸とか、ま、いろいろね、切り替えれるようになってるんですけど、だいたい USB 使うよね。まあ、ゲーマーはだいたい USB だと思いますけど、あとはこれ、ハイゲイン、ローゲインって変えれる感じで、まあ、基本僕はローにしてますけど、あとはフィルターが変えられて、一応ま、7種類ね、今回もフィルターあるんですけど、今回もなんか7がいいなと思って7を使ってます。全然問題なく7で索敵とかができてて、なんか1はなんかちょっと使いづらかったかなって感じがするんだよね。まあこれはね、好きなのに設定すればいいと思う。だからフィルターで音像とかその音の距離感みたいなのを変えられるんで、これはまあゲーマーの方にとっては結構いい機能だと思います。イコライザーじゃ変えられないところなんで、これはね面白いですよ。これやるとね、7個あるっていうのが面白いよね、やっぱね。あとはね、この DP って書いてあるんですけど、これね、なんかクロックジッターっていう値を変えれるみたいなんですけど、ここは多分いじらなくていいと思います。ゲーマーの方はいじらんのんじゃないのかな、おそらく。もう僕もなんかいじっても何も変わらなかったが、なんか同軸とかが関わる場所なのかな。あとは U の 1.1、2.0 っていうのができるんで、1.1 にしてやることでコンソールゲーム機につながりますよって感じです。あとは、これライトの明るさ変えれる。だいたい機能としてはそんなもんすかね。はい。まあ、結構でかいんで、本当に場所取ります。こんな感じで。むっちゃ圧迫してるよね。これなんか ArcMK2 だけど。本当ね、ちっちゃいからね。この辺はね。だから結構大きめのね、奥行きのあるデスクじゃないと置くのが難しいと思う。そんな感じのアンプですね。はい、それじゃあね、デスクね、戻って、今、撮影用のデスクで喋ってるんですけど、Amazon のストアだとね、26,500 円でした。ごめんなさい、結構適当なこと言ったね。なんかあんまり高くないんだよね。なんか、見た目の割にというか、その、まあ、音質聞いて思うけど、まあ、あんまり高くない。てか、今回のね、これがね、ES903992M っていうチップがですね、最新のチップなんですよ。最新のチップで、これね、同じチップが乗ってるのを他のアンプダックで調べたところ、10万円クラスぐらいのものしかないんですよね。だから、安くこの ESS 社の新しい高性能ダックチップっていうのを聞こうと思うと、まあ、これしか現状選択肢がないのかなって感じがするんですよね。だし、これ普通にね、僕音良かったなって思ってて、まあ、ゲームでね、簡単に使えるっていうのもいいよね。だからさっき言ったさ、この、USB モードっていうのがね、1.1 と 2.0 に切り替えれて、まあだからドライバーなしで使えるモードが選べるから、このね、テレビとか、まあ、PS4 とか PS5 とかの据え置きのゲーム機で使えますよって形になってるんですけれど、26,500円っていう値段って結構なお値段しますけれど、サウンドブラスターのね、X5 よりも13,500円ぐらい安く買えて、外部への出力がね、ちゃんとバランスで出力できたりとか、まあ豊富だったりするんで、まあその辺で住み分けができてくるのかなと思ってるんですけれど、電源とかもね、しっかりなんか取るタイプになってるから、音のね、なんか不足感とか本当に感じなかったんだよね、今回ね。まあだから C200 っていうのが、この前の世代のチップを使ってるんで、まあ音はね、ちょっと違います。まあその辺もね、これから話しますね。それじゃあね、ゲームやリスニングで、まあ使ってみた感想を話していきたいんですけど、今回はまあゲームメインで、イヤホンを使って、今回この DL200 っていうのをね、使わせてもらってます。てか、最近結構こればっかり使ってます。なんかバランスいいなと思ってて、なんか C200 で感じてた不足感っていうのもあんまりなくって、結構普通に問題なく使えるなっていう印象なんですよね。音のね、傾向としては、まあ、同じメーカーなんで、まあ、似てるんですけれど、なんかね、雑味があったような部分、なんか僕が、なんかここ気になるなーみたいなところっていうのを全体的に洗練させたような音質になってるかなと思うんだよね。チップがさ、
少し違うだけだからさ、まあそんな変わらんやろみたいにね、ぶっちゃけ思ってたんですよ。だし、まあそんな評価になるんだよなみたいな思ってたら、聞いた瞬間からあれこんな音良かったかなって思って、余裕があるさ鳴り方になってるんだよね。どう考えても DL200 の方が音質はねいいと思います。聞いててね違うなって思った部分がいくつかあるんですけれど、音のねそのなんか細かいニュアンスみたいなの、すげえ細かい部分なんですけど、だからその雑味って言ったやん、なんか雑に感じてた部分っていうのが結構鮮明になって、なんとなくなんですけど結構余裕があるような音っていうのが耳に届くんだよね。ちょっとうまく表現できるかわかんないですけど、この端っこのそのなんかぼやーっとしてる部分がはっきり聞こえるようになった、なんか階層感って言えばいいんですかね。あとさ、筐体も大きくなってさ、チップのね性能の向上から余裕を持ってね、ほんとイヤホンとか鳴らせるようになってるんだよね。全体的にその音がキュッと引き締まった感じで、そのだから僕はなんかキュッと引き締まった音が多分好きなんだよ。そういうなんか物足りないなーって感じてた部分が結構良くなった印象です。さらになんか音の密集感っていうのもなんか緩和されてるなーって感じがしてて、一音一音がすごい聞き取りやすくなった。密集してる音がまあ好きって言うんであれば、まあ C200 みたいなのでもいいとは思うんだけど、大きさ以外でこのね C200が DL200 に勝ってる部分っていうのが、うん、なんかあると思えないんだよね。うん、DL200 の方が明らかにいい、うん、音質が本当にいい。でもこれがチップの違いなんかなと思うんだけど、それとねアンバランスとバランス接続の違いが感じられるようになった気がする。 C200 だったら結構なんか同じじゃねえみたいな感想だったんですよ。むしろなんかアンバランスの方がいい場合もあってみたいな評価だったんですが、こっちはねなんか多少違う感じがするんだよね。なんかその音がなんて言うんだろう、その厚みが増すというか、なんかそんな感覚があるから、あでもね X5 みたいなアンバランスとバランスのその大きな違いっていうのはないんですけれど、 K3 ぐらいで感じたあの感覚はあるかなって思う。フィオのね、だからスティック型のねアンプダックとかもいろいろ最近買ってるんだけれど、まあ、これもねアンバランスとバランス比べたら違うんですよ。だからなんだろう、その X5 はフルバランスって言ってるじゃん。だからそれは変わって当たり前だと思うんだけど、それほどじゃないけどちゃんとバランス接続が搭載されてる、まあ、フィーヨみたいなきちんとしたメーカーのものと同じぐらいな、まあ、価格的にこれあんまり高いものじゃないので、これも確か2万何本かで買えるんかね、国内だったらね。うん、そういう機種と、まあ、同じぐらいな変化っていうのは感じられるかなと思う。音圧がね、そのなんかバランス接続の方が上がる感じがするんですよ。だから音が全体的に少しなんか近くで聞こえる感じと、若干階層感もなんか向上してる感じがあって、細かいニュアンスがね、結構耳に伝わりやすくなっているような感覚なんですよね。何回もその、まあ、抜き差しして試したんですけど、全く同じには感じなかったかな。うん、C200 は結構一緒やなって本当思ったんですけど、ただ注意してほしいのは、公式でねフルバランス対応とか言ってないんで、まあ、模擬バランス接続の可能性は あります。でもさ、この TRS のさ、この裏の接続、この裏から外に出す接続だとなんかね本当のバランスみたいな表記があるんですよ。このトゥルーバランスみたいな書いてあって、そっちはきちんとしたバランス接続なのかなと思うんですけど、謎なんですよねこれね。この辺毎度思うけど、ちょっと明確にしてほしいなと思います。メーカーさんから直で送られておきながら、なんか結構言っちゃってますけど、なんかね、わかんないじゃん、その辺がね。C200 みたいに同じって感じはしなかったんで、まぁ、ちょっと、そういうさ、話っていうのが、海外の掲示板とかでもね、結構出てたっぽいんで、C200 に関してはね。だから、今回の DL200 に関しては、ちゃんと作ったのかなって感じはしてるんですけれど、どうなのか真相は不明です。で、あとね、発熱の部分なんですけど、やっぱね、筐体が大きくなってるから、発熱しないんだよね。これね、ずっとつけてても全然大丈夫。だからさ、X5 とかも発熱すると、なんか変な挙動を起こすんですけど、これはずっとつけてても全然問題ないです。むしろなんかその、NeoIDSD とかって、ずっとつけてても、全然発熱とか、そんな感じないんですけど、それと同じぐらいなレベルで使える。だからずっとつけっぱなしにするのは、実際機械にとっては良くないんで、切った方がいいとは思うんですけど、僕みたいなめんどくさがり屋で結構切るの忘れちゃうなっていう方は、この機種の方がいいと思う。ただまあ C200 に関しても、別に発熱むっちゃするんだけど、発熱はするけど、別に、つけてて、X5 みたいに、使えなくなることはないので、まあその辺は大丈夫かなとは思うんですが、ただね、まあこのね、発熱の仕方すごい怖いぐらい発熱するんで、大丈夫なんかねみたいな思っちゃったから、
まあ、そういう意味で、まあやっぱり筐体がでかくなった分、発熱のね、しにくさっていう部分の性能っていうのも上がってるから、まあ、冷却性っていうかね、別に冷却ファンついてるわけじゃないけどね。だから、そういう心配をしたくない人は、DL200 買った方がいいんじゃないのかなと思います。まあちょっとね、C200 をね、先に買っちゃった人申し訳ないわ。ごめんな、もう本当にね、下調べがちゃんとできてなくってというか。だってこれ出たばっかでしょ、多分。視聴者さんでむちゃくちゃ詳しい方からも、そんな感じで、コメントいただいてて。で、そのコメントいただいたぐらいに多分ね、SMSL が直接連絡もらって、なんか、レビューしてみませんかって言われて、じゃあ次レビューさせてくださいよ、みたいな感じでね、送ってもらった感じではあるんですけど、申し訳ないけど、こっちの方が普通に良かったです。はい。まあ普通に良かったって言っても、まあデメリットやメリットもやっぱあると思うんで、とかも全然大きさ違うし、こうね持った時のさ軽さ、取り回しの良さはどう考えてもこっちなんで、まあ、これもね別に悪いアンプダックじゃないんですけど、同じ値段出すんで、同じ値段出すっていうか同じかな値段、若干こっちの方が安いから、C200 の方が若干安いと思う。まあ同じぐらい値段出すんであれば、僕はもうスペース確保できるんだったら DL200進めたいかなって感じ。てかまあ最近これ結構使ってね、レビューしてるんですよ、普通に。だからイヤホンのレビューしたりとかするときに、これ机の目の前に置いとって、こう刺してが使ってるんですけどね。これつけっぱなしにしてもね、熱くならないからね。まあ若干熱くはなるけど、別に熱暴走して使えなくなったりっていうことがないんで、まあ値段的にもゲーマーが手が届く範囲だと思ってるんでね、2万6000円ぐらいだと。まあ3万以下で考えてて、まあイヤホン本体も3万以下ぐらいがいいかなと思ってて。まあどっちかというと、そのユーザーの方が手が届く値段で、レビューしていいものっていうのを、まあなんか使ってもらいたいなって思ってて。まあそれはね、10万とか20万とかなんか僕よりなんかすんげー高価な環境っていうのを持っててやられてる方とかもね、実際もコメント欄でいたりもするんですけど、そんな方なかなかいないでしょ、どう考えても。僕がね、だってネオ IDSD をさ、メインで使わない理由っていうのがまあそこにあって、ネオ IDSD ぐらいのクラスで聞いても、本当になんかイヤホンの音変わるんですよ。だから上流で本当に音変わって、だからもうこのスティック型のやつと、これでも全然音違うし、まあそれはゲーム用のやつと比べたらもう、むちゃくちゃ音違うわけじゃん。ちゃんとした評価っていうなんか軸みたいなのの、なんだろう、基準みたいなのが難しくって、まあできる限り手が届くもので、を上流にして、まあイヤホンはまあ少々高くても、まあ案件とかでもらってるものとかもあるから、まあ今後もね、レビューしていこうかなと思ってるんですけど、ちょっとこれ基準にしていく可能性全然あります。DL200。いいんで、普通に使ってて。ゲームでも使いやすかった、普通にね。まあ、低位感とかも、まあ、フィルターでね、結構感じ方変わるんで、そこは注意してほしいんですけど、僕は7で使って、全然問題なく使えたからさ。そういう感じで今後の基準にもしかしたらなっていくかもしれない。そんなアンプだったです。以上がまあ僕がね、使って思った感想です。はい、ということでここまでお疲れ様です。最近ね、アンプダックの動画結構多いんですけれど、アンプダックやっぱみんな興味あるんだよね、多分ね。だから、まあ、今後もね、アンプダックいろんなもの買ってみたいな、ぐらいに思ってて、まあ、SMSL ね、自分で買ったりいろいろして、なんか、まあ、もらったりもしましたけど、他のメーカーのもちょっと使ってみたいなってぐらいに思ってて、なんだろうな、どこのメーカーだろうな、ちょっとわからんけど、ゲーム機で直接挿して使えるっていうのが割と少ないんですよ。割と少ないから、まあ、それちゃんと対応してるやつっていうのを買ってみて、まあ、使ってどうだってよ、みたいなことをね、話せていけたらいいな、ぐらいに思ってるんで、まあ、今回のも、ちゃんとコンソールゲーム機に、直挿しで、使える、直挿しというか、まあ、電源をちゃんと取らんといけんけど、電源と、この USB で繋いで、これは、こっちのモード 1.1 にすれば、もう PS5 とかでも、そのまま使えたので、もう全然問題なく使えると思っていただいて大丈夫です。まあ、ただ、イコライザーの調整とかはできないので、まあ、イヤホン、本来の音っていうのを、綺麗に、こう、まあ、ゲームで、聞くっていう形にはなるとは思うんですけれど、まあそういった形で使いたい方には本当におすすめです。筐体もでかくって、まあ音にも結構安心感があるような感じなので、まあステレオ音声特化で考えている方はね、ぜひこちらね、検討していただけたらいいのかなというところです。今回の製品ね、気になった方はね、動画の説明欄の方にリンク貼っておりますので、そちらからチェックしていただけますと幸いです。ほんならね、今回の動画は以上になるんですけど、少しでも良かったよという方はね、いいねボタンポチッとして一緒にチャンネル登録よろしくお願いします。今後もね、こういったまあアンプダックを、まあゲームで使ってみたらどうなる。まあ音楽用だよね。まあそういうのとか、まあ音楽用のイヤホンをゲームで使ってみたらどうなるみたいな。まあゲーミングオーディオ特化でね、やってるチャンネルにはなりますので、そういった領域興味持たれている方はね、ぜひね、ベルマークをして、まあ通知をしてもらって、末永くお付き合いいただきたいなと思っております。ほんならね、今回も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。